ゲストをお迎えしています。蝶々さんです。こんばんは。こんばんは。そして、というか、明けまして。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。久しぶりですね。そうなんですよね。なんか、久しぶりだと思ってなかったんですけど。私も。はい。意外と時間は。3年ぐらいが経ちました。はい。久しぶりということで。ねえ。どうですか、昨年2021年は蝶々さんにとってどんな年でした？はい、あ、そうですね、デビュー10周年を迎えた年だったので、やっぱりちょっと特別な1年にはなりましたね。ねえ、まあ、今喋ってるの2021なんですけどこの間も京都に来てもらったとこなんですけどいや、そうなんですよ。で、はい、ちょっと久しぶりですか、関西は。あ、でもその前の月にもイベントで大阪に来させていただいてたので、結構頻繁に最近は来させていただいてます。関西なのでお帰りなさいなんですけど。そうです ね、はい、ホッとします。やっぱり、いや、もう嬉しいですね。実家大好きなんで実家大好き、はい、関西弁になるの帰ってきたら。はい、お家ではめちゃくちゃ関西弁になってます。さあ、関西弁にうちらが引き戻すことができるかいう話やで、はい、そういうこっちゃな分からへんけど、それとさっき地元の話、はい、そうなんです、言おうとしてたんですけど、はい、やっぱこう実家に帰ると、はい、周り中関西弁やし、いや、もうそうですね、うん、はい、戻ってくるよね。特にやっぱり親と喋るのが一番こう関西弁になります。確かに確かに。あ、だんだん戻ってきた、はい、戻ってきました。でもコロナ禍であんまりその関西にも帰れなかったんじゃないですか。ね、そうですね、うん、2020年とこうなかなか、はい、やっぱり帰れなくて、ね、はい、やっと帰れるようにと、あとイベントもやっと復活してきて、ね、はい、うんうん、でもちょいちょいなんかその配信ライブとか。あ、そうです ね、はい、2021年はそのデビュー10周年だったので、うん、それで初めて配信ライブというのを、はい、はい、やらせていただいて。どうでした、配信って。あの、お客さんがいない状態でバンドでライブするって本当に初めてだったので、うん、やってみるまではどんな感情になるのかなって思ったんですけど、うん、もうバンドで演奏すること自体もすごく久しぶりだったので、その楽しさももちろんありましたし、まあ、あのカメラの向こうに見てくれてるっていう思いでこう一心で届けることができたので、はい、とてもこう丁寧に届けられてよかったですね。そうね、スタジオからの配信はそれでまた良さはあるからね。そう、なんかまあお客さんがいてこそのライブなんやけど、うん、いなくてもこういろいろとこう実感というか、うん、あるので、うん、なんか逆にこう曲をずっとこう聴かせるっていうか、うん、そういう意味では、うん、生のコンサートだとみんなの目を見るのは、はい、なかなかこう大変なんですけど配信の場合は1カメを見つめれば何万人っていう人と目が合うから、そうです、ね、ファンとしてはな、はい、目が合ってる、今勘違いでなく目が合えるっていうね。こう目の配りって結構ライブの時って、まあ、そうですね、うん、結構そうですね、いろいろなところを見てますね、ライブの場合は。それでも多くの、ね、ファンの方と見合わせたいみたいな、はい、うんうんうん、いや、でも改めてね、はい、昨年の7月にデビュー10周年、うん、おめでとう。はい、ありがとうございます。10周年、どうですか、早かったですか。いや、もうあっという間で、なんか実感は未だにないですね。年明けても、そうですね、10年もやってこられたなんて信じられないぐらいですね。でも今回そのリリースになったあのベストアルバム見てると、はい、やっぱり確実にいろんなアニメの主題歌とか特撮の主題歌を歌ってきた10年って時間が、曲を見るとないですか。曲を見ると、あ、こんなにいっぱい歌ってきたんだって改めて思いましたね。我々もですよね、こんなにいっぱいかけてきたんだ蝶々さんの曲って思うよね。僕なんかあのランティスの何十周年かの記念ので東京に行かせていただいた時に、はい、初めて蝶々さんを生で見て、それ昨日のことなんです。何年前のことやろか、それは。なんかそうですね、何年前かぐらいですけど、まあそれぐらい、やっぱり一曲一曲こうね、その時その時、全力投球やから、その積み重ねですから、はい、ああ、もう10年も経ったんかっていう感じなんでしょうね。はい、はい、もう一瞬でしたね。そう、過ぎてしまうと一瞬なのよね。はい、そうなんだよね。なんかご自身でなんかちょっと変わったなとか、はい、デビューの頃に比べたら。うんうん、10年。あ、
この10年の間にやっぱり曲作りをどんどんこう積極的にやるようになっていったので、その部分はかなり変わったかなと思いますね。やっぱこうアニメの主題歌一つとっても、はい、自分で作った曲でそのアニメに寄り添った曲ってなるとまた違いますよね、はい、そうですね。その楽曲提供していただいた曲もすごくこう思いは強いんですけど、また違う部分で作り上げていくっていうところで違った強い思いが生まれていて、すごくあの楽しく曲作り楽曲制作させていただいてますね、うん、これがまたね我々にはこう感じられないんですけど、うん、作った曲が初めてアニメの主題歌として、うん、絵と一緒に流れる瞬間とか、はい、私魔女の旅というのエンディングで一回見はぁーって思いましたよ。本当ですか。もうぴったりと思って。いや嬉しいですね。 そうそれをだから蝶々さんも、はい、まあ、リアルタイムじゃなくないにせよ、はい、感じられるわけですもんね。あでも本当リアルタイムでした。あのテレビで初めて、うん、あの絵と一緒になったところを見ました。私もレコーディングの最中とか、ね、一緒になってるとこ見る機会あんまりないですもんね、はいはい、そうなんですよ。やっぱり自分ご自分でこういろんなとこに関われば関わるほどやっぱりそのアニメにこうねいろいろとこう入り込むっていうか、うんうん、自分が関わってるってことが実感できますもんね。はい、はい、かなり実感できますね。素敵な作品でしたもんね。マジの旅、ね、はい、そうですね、うん、もうすごく面白くてね。そう、さあこのね12月8日にリリースになっているのがその蝶々ザベスト、はい、ディスク224曲プラスブルーレイ版もあるということですが、はい、いや、やっぱりすごいですね。今ね、って見てるとね、あの実はまあ、あのこの時点で、はい、できたての、はい、いただきましたCD をあの手渡していただきまして、はいはい、いやでもなんかやっぱこうなんかこう、あ、これだけの曲が積み重なってきたんだなというのがあると実感できますね、本当にね。そうですね、うん、やっぱり2枚組なので、ね、厚みもあって実際に順番とかって、はい、みんなで考えた感じですか、曲順とか。そうですね、うんうん、はい、結構こう曲が楽曲が幅広いので、うんうんうん、曲順もすごく迷ったんですけど、うん、なんか1枚目と2枚目でまずどうやって分けようかなっていうのを考えて、1枚目はこう太陽の光が感じられるような楽曲を集めていて、2枚目はちょっと星とか月とか夕暮れだったりっていうようなのを感じられるの楽曲を集めてみました。その中で、はい、流れをこうちゃんとしっかり自然に聞こえる流れを意識してあの曲順は考えられてるので、聴いてて心地よい流れなんじゃないかなと思います。この その中にセルフカバーもあれば新曲も入るってことですね。そうですね、はい、うん、なんかそのこのね10年間の流れの中に入れる新曲って、はい、作るときってどんなことを意識するんですか。いやそれが本当にこう今までの全ての曲を超えたいみたいな思いが強すぎて、はい、なかなかできなかったんですそうなんですね。今までで一番時間がかかってしまいました。はい、何かそのできる時のその突破口みたいなのありますか。あ、ここだなっていう。いやそれがなんかもういっぱい試して、うん、なんか違う違うってなって、あ、これだよねってこの曲ができたっていう感じですね。それがディスク1の1曲目に入るんですね、はい、そうですね、はい、今の最新の蝶々さんを聴いていただいてから、はい、その我々がずっと聴いていた曲たちを、うんうん、聞くっていう。そうなんですね。この流れはすごい素敵。ありがとうございます。なんか、あの、普通やとこう、なんか、一番最後に。うん、とか、ボーナストラックとかね。そうそう、ボーナストラックとか、そういうスタイル多いけど、うん、まずは最新曲を聴いてから。はい。その試行錯誤してる過程って、はい、苦しいもんですか、それ楽しいもんですか。結構苦しかったですね、今回は。なんかもう締め切りももちろんありますし、うんうんうん、作らなきゃいけないけどこう納得いくものができないっていうので、うん、結構もがいていっぱいいっぱいメロディーを作って、うん、でやっとできた一曲なんですけど、もう渾身の一曲なので、渾身の一曲です、はい、ぜひたくさんの人に聞いていただきたいなと思います、うん、それはやっぱり最初に聞いてほしい、はい、ね、そうですね、まずは今の私だもんね、はい。で、初回限定版にはですね、10周年記念のオンラインライブから6曲の映像もついてくるということで、はい、これはね、ちょっとあの、CD 屋さんもしくはあの、オンラインでチェックしていただいて、初回版もぜひゲットしてほしいです、ね。はい、あ、そうですね、はい。ライブバージョンね。まあ、やっぱ僕なんかちょっと古いタイプのファンなんで、うん、
こういうなんていうのかな、配信ではなくて、うん、こういう形になってあるっていうのがめちゃくちゃこうやっぱり、うんうんね、特にベストは分厚くなるじゃない？そうそうそう。この分厚さがいいのよ。そう、ちゃんと立つっていうね。そうそうそう、立っていかない分厚さがね、立っていかないっていうね、こう手に取っていただいて、はい、ぜひね、映像とともにも楽しんでいただきたいなと思っています。ぜひ質問来てますよ。こちらはハイパー記者カカメンさん、神戸市東灘区からです。まあ、2021年は蝶々さんにとってデビュー10周年としての、まあ、区切りのメモリアルイヤーだったかと思いますが、次の10年、今年からねまた始まってますけど、うん、向けてこれから踏み出していくにあたってのこんな曲を作っていきたいなとか、こんなこともチャレンジしてみたいなといった蝶々さんの抱負をぜひお聞かせください。ランティスさんが誇る歌姫の一人である蝶々さん、今後のますますのご活躍を期待しておりますというメールが届いてます。はい、ありがとうございます。どうですか？そうですね、あの本当に曲作り、まあ、難しいとこもあるんですけど、やっぱり達成感がすごくあるので、うん、なんかみんなをこうあっと驚かせるような曲をこれからどんどん作って、うん、新しい一面をどんどん見せていきたいなっていうのはありますね。蝶々さん、はい、こんな歌も歌うんや作るんやみたいな、はい、うんうんうん、わびっくりさせてほしいね。なんかこうよくっていうか、もっともっとってなんかそういう感じになってくるですよ。まあ、10年一組 で、ね、次の10年となると、はい、それはだってこの1曲見てそんだけ悩んだわけですから、それはだって考えるよね、いろいろね、はい、でも楽しみでしかないですね。そうですね、曲作りすごく、うん、あの楽しいので、うんうんうん、もっともっと力を入れてやっていきたいなって思ってます。うん、特にまあね、まあまあちょっとまだは先わかんないですけど、はい、まあ、ちょっとね、コロナの感染者数も減ってきて、うんうん、ライブがまあ元の形になるかどうかっていうのは分かんないんですけど、うんうん、はい、やっぱりね、その配信ではない、こう目の前にお客さんがいてのライブっていうのはやりたいですよね。はい、もちろんやりたいです。そうなんです。今年ライブが決まってましてですね。はい、まあ、ちょっと半年先なんで、手帳皆さんも変わってますか？2022年に。そうか、はい。はい。そうですよね。春切り替えの人はまだないと思うんで、4月の後ろの方に書いといてもらいたいんですけど。はい。大阪と東京ですよね。そうですね。蝶、々テンスアニバーサリーツアーと題しまして、はい、6月19日に大阪ミュージッククラブジャニスで、そして6月25日に東京のヒューリックホールで開催します。うん、このベストアルバムの封入されている最速選考が1月5日までまだ間に合うなってるので、ぜひアルバムをゲットし して、はい、ライブにも遊びに来ていただけると嬉しいです。これ誕生日近辺じゃない？蝶々ちゃん、そうなんですよ。そうだよね、はい、まあ嬉しい、ね、なんかするやて、まだ先やいう話けどね、なんか嬉しいね。はい、嬉しいんですよね。そうですね、ここではみんなに会えますね。ね、いっぱいの人に会えるといいなと思ってます。楽しみ。なんかプライベートでは今年の抱負みたいなものあります？こんなことやってみたいなとか。あのやっぱりそのライブに向けて体力をつけたいな、うんうん、なんかまあしょっちゅう言ってるんですけど運動したいなっていつも思ってます。イメージ的に蝶々さんってちょっと儚げとか、そうなんです、線が細いんです、そういうイメージなんで、はい、いやもうずっと言ってるんですけど、なかなかね腰が重くて始められないですよ。今なんか日常でやってたりとかは、特にウォーキングだったりとか、なんかあもう全然してなくって、うんうん、ダメなんですけど、でもちょっとツアーはこうシングル曲をたくさん歌うツアーになるので、うんうんうん、絶対体力がないと、ね、持たないんですよ。持たないんですよ。そうですよね、はい、なので、うん、ちょっと本気で運動を今年はしっかり、まずは歩くか。そうですね、まだ走れないと思うんで、ウォーキングええと思うよ。ね、走るのはちょっとねハードル高いんで。あとはあれですね、家にね、私のおすすめはトランポリンです。あ、めっちゃ有酸素運動になって、寒い時におすすめで、はい、でも8000ぐらいでトランポリン売ってるんですけど、はい、ちっちゃいやつお部屋に置いといて、うん、家でピョン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 30分ぐらい飛んでると、めちゃめちゃ汗かいて有酸素になって、しんどそう。下半身が鍛えられるから、ライブにおすすめかもしれない。すごく良さそうですね、そう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 、歌に。でしょでしょ、うんうん、そう、肺活とかにもね、いいから。うんうんうん、ということで、情報でした。はい、トランポリンを。当番組のショッピング番組の人気商品でございましたので、ちょっと紹介してみました。やっぱりこう、ファンの方も、うん、なんか普段、蝶々さんが、オフの時とか、うん、どんなことして過ごしてはんねやろうっていうのが、うん、僕、すごい興味あるんですよ。うんうんうん、どんなことしてあるんですか？こう、趣味というか。でも、お家でまったりもするんですけど、結構出かけ
るのが好きなので結構アクティブですね。お買い物とかにしょっちゅう行ってます。あ、素敵じゃないですか、はい、関西帰ってきたらね、懐かしの店にいっぱい行ってください、ね、はい行きます、ぜひぜひ、はい、さあ、まあ本当ライブ予定されてますけども、その他の予定などはこれ情緒で、はい、ぜひ検索していただいて、チェックしてくださいませ、CHOU、CHO、 情緒で検索していただければと思っております、はい、じゃあまあ最後に、はい、なっちゃうんですけども、うん、リスナーの方々に長さんからから一言ありましたらお願いいたします。はい、本当にこう私の10年間を凝縮したような渾身のベストアルバムができたので、ぜひアルバムを聴いて、そしてライブで直接お会いできるのを楽しみにしています。はい、はい、ありがとうございました。そしてじゃあやっぱり新曲聴きたいですよね。やっぱりね、そう、そのベストアルバムの中から、うん、蝶々とベストの中から新曲のオーロライズ、うん、これを聴きながらお別れということでございました。はい、本日のゲストは蝶々さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。